にちは。美容業界専門税理士の中島です。今日のサロン開業アカデミーのテーマはこちらです。コロナ融資の据え置き期間、延長はできるのかについてお話をさせていただきます。ちょうどですね、まだ今8月の中旬なんですが、愛知県もまん延防止措置再発令が出て、全国的にも非常に多くの感染者が今出ている状況であるわけなんですが、まだまだ経営状況もですね、非常に厳しい、まだ今後も厳しい状況になるということが予想されるわけなんですね。こんな中でコロナ融資で借りたお金の返済が難しくなっているという方が増えているというふうな話も金融機関さんの方からもお聞きしていますが、ここでですね、今日の動画の内容はコロナ融資のこのいわゆる据え置き期間、据え置き期間というのは簡単に言うと元本の支払いはせずに利息だけ払うというこの期間を据え置き期間というんですが、当然そうだと利息だけだから毎月の支払いの負担は少ないんですよね。で、元本の支払いが始まると結構資金繰りが厳しい、でもまだ経営状況厳しいからこの据え置き期間をなんとか伸ばせないのかということについて、今日動画の中でお話をさせていただきたいと思います。ではですね、早速内容に入りますが、今日お伝えしたいことは3つあります。1つ目は融資の据え置き期間、今簡単にお話しましたけどね、もう一回改めてお話をさせていただきます。そして2つ目、国からの要請はあるんだけど…と、今ですね、実はこの据え置き期間が厳しい、なんとかならないかということで、実は国から要請が金融機関さんに対して出ているわけなんですが、どんな要請なのかということを、そしてその要請に対してどうなっているのかということをお話しさせていただきます。そして3つ目、こういった相談は銀行にいつから相談すべきなのかということと、じゃあ具体的にはどんな対策をすべきなのかについてお話をさせていただきます。ではですね、早速1つ目なんですが、融資の据え置き期間というのは何なのということを改めてご説明すると、お金を借りるとですね、例えば100万のお金を借りると、そうすると返すわけなんですが、例えば10万円を10回返すと100万ですよね。だからこの100万借りて10万を10回返す、この10万円というのはいわゆる元本になります。でもお金ってただでは借りられないから利息を払うわけですね。10万円に利息をつけてお金を返すということになるわけなんですが、据え置き期間というのは元本、この10万円の部分の支払いは後でいいよと、最初は利息だけ払っていいよ、この利息だけ払う期間のことを据え置き期間っていうふうに言っています。で、今日の動画のテーマのこの据え置き期間がもうなんか元本払わなきゃいけないんだけど、これもうちょっと伸ばせないかなというようなお話になります。据え置き期間というのは元本の支払いをせずに利息だけ払う期間だということなんですね。で、ちょうどですね、1年ぐらい、去年の3月、4月ぐらいからコロナ融資のピークがだんだん8月、9月ぐらいまで結構長く続いて、たくさんの人がコロナ融資を活用されてるんじゃないかなと思いますが、この時の制度、今もそうなんですけれども、今もコウコさんだけコロナ融資があるわけなんですけども、据え置き期間っていうのが選べます。で、最大5年間据え置き取れるよと言ってるので、結構ですね、最大5年間取れるから5年間据え置きしたいっていう方が続発したわけなんですけれども、現実的にはそれは難しかったわけなんですね。僕のお客様でも半年から1年、長くて2年間の据え置きを取られている方が非常に多いです。僕自身もあんまり長く据え置きを取っても結局返さなきゃいけないっていうのもありましたし、美容室の経営状況を踏まえながら半年から1年程度の据え置き期間のご提案をしていました。でも、そろそろですね、返済がスタートするという時期になってきてるわけなんですね。で、その中でですね、国の方としても、経営状況が厳しい中で、この据え置き期間をとか、もう元本の返済があって、まだまだその返済が厳しいっていう、そういう状況はよく分かっているわけなんですね。だから国として、実は金融機関、民間銀行とか政策金融公庫、あと不詳協会さんに対して、総理大臣の名前でですね、内閣総理大臣の名前で、なんとかこの返済に関して考慮できないかということの要請が出ているわけなんですね。で、どんな要請なのか少しお話しさせていただくと、令和3年1月19日付、今年の初めですね、1月19日付に銀行、公庫さん、保証協会宛てに返済期間、据え置き期間が到来する債務の条件変更について最大限柔軟な対応を行うことという形で要請されています。柔軟な対応の要請なんですね。だから絶対こうしなさいよっていうことではないんですね。なので、要請に応じるかどうかっていう言い方変ですけども、そういう相談があっても、
絶対しなきゃいけないというわけではなくて、したいんだけどもできるできないの判断はそれぞれの金融機関に任されている、最終的な決定権は、銀行さん金融機関にあるんだということを知っておいてください。なので要請が出てるはずだからやってよっていうふうな言って分かりましたっていうわけではないということだけ知っておいてください。でもこういう要請が出てるんだっていうことは知っておいてくださいね。交渉するときに要請があると思うんですけどもっていうことを言うっていうこともすごく大事になりますから、要請が出てるんだっていうことを知っておいてください。でも最終判断は金融機関がするんだよということですよね。でじゃあですね、いつから相談したらいいのかということなんですけれども、使用期間を延ばしたいと、そろそろ返済が始まるからなんとか、まだでも経営厳しいからこの背負いなんとか伸ばしたいんだけどって、この相談っていつからすべきなのかっていうと、まず一つですね、実際に返済ができなくなってから相談していてはもう遅いわけです。返済ができないっていうのは非常に、通帳から落ちなかったとかね、社会的にも金融機関に対して非常に信頼を失ってしまうので、これは絶対にダメです。で、そろそろ厳しいのでとか、もっとなんとかなりませんかっていう話をしたときに、条件変更という話が来たときに、いいかどうかですね。で、条件変更っていうと、それなら別に条件を変えるだけですよねっていうふうに簡単に考えがちなんですが、条件変更って実は結構重たいものなんです。いわゆるリスケって言ったりします。金融機関というのはやっぱり約束ってすごく重きを置いていますから、当初の約束を簡単に変えるわけにはいかないんですね。だからリスケ、条件変更というのは実はネガティブな要素だということ。例えば民間銀行からもお金借りてて、コーコさんからもお金借りてて、コーコさんだけ返済なんとか見直してよって言うと、それってやっぱり虫がいいわけですよね。金融機関さん、コーコさんからすると、いやいやうちだけじゃ困りますと、ちゃんとこちらの銀行も同じように条件変更してもらわないと納得できませんみたいな話になっちゃうんです。だから結構大ごとにもなるし、やっぱり大きな信頼を失ってしまうということになるので、条件変更も非常に難しいな。なのでですね、できれば据え置き期間中に事前に相談をすると。もちろん元本の返済がスタートしていても OK なんですけれども、返済ができなくなってからとか、もうギリギリの状態に相談するというのはもう NG。 余裕を持って相談してください。できれば据え置き期間中に相談をするということをお勧めしています。じゃあ、こういう状況の中でですね、具体的な対応としてはどうしたらいいのかということなんですね。お願いするしかないということだけだとあまり具体性がないので、一つの、事例をご紹介をします。で、これはですね、あくまでも一つの事例だから、こんな風に聞いたから俺もできるはずだっていうわけではないと、この点だけご了承ください。一つの事例としてこういう風にできるって聞いたんだけどっていうような程度でご活用いただけるとありがたいなと思います。基本的にはですね、ココさんのケースはどういう話かというと、残念ながら据え置き期間の延長をお願いしたんだけど、据え置き期間の延長は申し訳ありませんがお受けできませんということになってしまいました。でもそこで提案があったのは、据え置き期間の延長できませんが借り換えならできますよということを、おっしゃっていただいたわけなんですね。この借り換えって何なのっていうと、例えば住宅ローンなんかを、考えていただくとですね、住宅ローンでお金を借りた、そしてこっちで見るとこっちの金利安いよねって言った時に、こっちの銀行でお金を借りてきて、そのお金でお金を返して、で今後はこっちに返し始める、これがよく言う住宅ローンの借り換えと、これと同じような考え方なんですけれども、金利が低いからということではなくてですね、もともと例えばお金を政策金融公庫さんからお金を借りてて、でまた新たに公庫さんからお金を借りるわけですね。でこの古い借り入れを返したということを提案してくれたわけなんです。で、ただし条件があって、借り換えというのは一回も返済をしていないと借り換えができないんです。だから据え置き期間を終えて、1回でも2回でも返済を終えてから借り換えをしましょうという提案をしていただきました。結果これどうなるかというとですね、例えばコロナ融資で当初500万の借り入れをしていたと、で据え置き期間1年でもう返済が始まってしまうからって言って、相談に行ったわけなんですけれども、まだ据え置き期間の延長はできません、でも借り換えならできますよと言われたわけなんですが、まだ返済してないからその時点ではできないと。そして1回の返済を例えばすると、5万円の返済をしたとすると495万円が借入金の残高ですよね。でこの495万円を、借り換えをすると、でこの時に大切なポイントはコロナ融資の条件というのがあるので、まずコロナ融資の条件を満たしているかどうかですね。
コロナ融資の条件を満たして、まあ、いたとして495万円をまたコロナ融資でお金を借りて、お金を返すと。でこの時にまた水曜期間の1年を設けると。そうするとどうなるかというと、まあ、確かに1回返済はしたんだけれども、また1年間、元本の返済を先延ばしにすることができるということで、実質的な据え置き期間の延長をすることができたという、ケースですね。まあ、こういった提案をしてくれたわけなんですね。非常にありがたいですね。なので要請があるから絶対できるっていうことでももちろんないです。なのでいろんな金融機関さんもですね、その要請に応えるべくいろんなこう検討していただけるわけなので、まあ一つの事案として事例として、参考にしていただければなと。間違ってもですね、できるはずでしょっていうような交渉は絶対に NG です。やっぱり金融機関もですね、立場上積極的に応援しなきゃいけないとは言いながらも、もうここにお金を貸してもダメだよねっていうところにやっぱりお金を貸すことができないわけなんですね。なのであくまでも健全な状況っていうわけにはいかないと思うんですけれども、なかなかそう簡単じゃないからね。だけれども必ず返す計画があってのお金を借りるってことは必要になってくるのでですね、一時的に厳しいからコロナ融資の据え置き期間を少しでも延長できないかということを活用して、こういった一つのやり方の中で活用していただけるとありがたいなと思います。この厳しい状況ですね、なんとか乗り越える方法の一つとしてご検討いただけたら、ご活用いただけたらと思います。ということで、今日の動画のテーマですね、コロナ融資の据え置き期間延長はできるのかについてお話をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。